ルクソール神殿は、エジプトのルクソール東岸にある古代エジプト時代の神殿複合体である。もともとカルナック神殿の中心を形成するアメンオーミワ殿の付属神殿として、エジプト第十八王朝ファラオのアメンホテップ三世によって、中心部分が建立された。神殿の後方には、アメンホテップ三世及びアレクサンドロス三世によって構築された指導がある。ローマ時代には、 神殿及びその周辺は軍の要塞となり、その領域はローマ政府の基地であった。アメオーミワデントは,はスフィンクスの参道で結ばれていた。神殿入り口となる第一闘門の前には一体のラムセス二世の座像、その手前にはオベリスクが一本立っている。オベリスクは本来左右二本あったが、右側の一本は1819年フランスに送られてパリに運ばれ、 現在コンコルド広場にある。ルクソール神殿平面ズ・ラムセス二世像、ルクソール神殿は、エジプト南西部のジェベルエルシルシラ地域からの砂岩で建造された。ジェベルエルシルシラ地域からの砂岩は、ヌビア砂岩と呼ばれる。この砂岩は、過去から現在に至る復旧作業ばかりでなく、上、エジプトにおける記念建造物の建設のために、使用された。 他のエジプト建造物と共通して使われた一般的手法として象徴的表現すなわち作詞的表現があった。ルクソール神殿の入り口に隣接する日本のオベリスクは同じ高さではなかったがそうであるような錯覚を作り出していた。神殿の配置と一体になり、それらは等しい高さであるように見えるが作詞的表現を用いてそれが後方の壁のため、 同じ大きさに見えるよう相対的な距離を増すように形作った。象徴的に壁からの高さと距離を強調し、すでにあった従来の通路を整備した視覚的かつ空間的効果であった。パリのコンコルド広場の中心部には、このルクソール神殿から運んできたオベリスクであるクレオパトラの針が置かれている。アブエル・ハッチャージのモスク中世より、 ルクソールのイスラム教徒の集団が丘の南端、神殿及びその周辺に定住していた。ルクソールの町の住民がそれまでルクソール神殿の周りやその上に築いた建物によって何世紀にもわたる瓦礫が高さおよそ15メートルの月山としてその場所に堆積していた。ルクソール神殿はガストン・マスペロ教授が作業を開始する任務を与えられた後、 1884年より発掘が始められていった。その発掘は1960年まで散発的に行われた。長期にわたって長い年月堆積した廃物が現代集落の半分をアラビア人の実際の中核部分としていた中庭や列中楼など現在の神殿の4分の3を埋没させていた。現在においては13世紀頃のイスラームの聖者、 エル・ハッチャージのために建立されたアブエル・ハッチャージのモスクがラムセス2世の中庭に及んでいる。ありがとうございます。